ちは、片岡信枝です。心のこと、体のこと、生き方のことなどお話ししています。よろしくお願いします。今日ご紹介する本はこちらの本になります。死とは何かという本なんですね。シェリー・ケーガンさんというイェール大学の教授の方でしょうかねの、大学で人気の講義そのものを文字化したような本になるんです。この本私書店で見つけた時にすごく惹かれたんですよね。なぜかというと、この死とは何かというのは非常に重いテーマなんですけれども、この表紙の雰囲気がすごくカジュアルですよね。教壇の上に座り込んでお話しされている姿、なんかすごくカジュアルにこういう重いテーマについてお話しされている本って一体どういう内容なんだろうというのが気になって、それで読んでみました。実はこの本、大学の哲学の授業なんですよね。で、哲学というのは私自身あまり経験がなくて、確か短大の時に哲学の授業を受けたような気はするんですけども、さっぱり覚えてませんので、すごく新鮮で哲学というものに触れることができて非常に面白く感じて読ませていただきました。本の内容としましては、死というものについてずっと考察を重ねていく授業なんですけれども、その死の本質であったりとか、死とは本当に悪いものなのかということをテーマにしていたり、不死、死なないということが果たして本当に幸せなんだろうかとか、また自殺は許されるのかということもテーマに取り上げて、あらゆる角度から死というものを考えていく授業なんですけれども、全てにおいてこう仮説を立てて、その検証を繰り返して、これはどうなんだろうかとか、でこの仮説が、成立するということは、この考え方は、間違ってるんじゃないだろうかというふうに仮説検証を繰り返ししていく中で、死というものをどう捉えるかという理解を深めていく、そういった内容になっています。例えばどういうことが言われているかと言いますと、その死というものは本当に悪いものなのか悪なのかというテーマの時には、死ぬことで悪だと言われるのは、生きていれば受けられたであろう恩恵を受けることができなくなるから悪だと言われているんじゃないだろうかという仮説を立て、そしてだけどそうであるならば、恩恵を受けられたか受けられなかったはともかくとして、悪であるか善であるかという判断をすることさえできないんだから、実は悪じゃないんじゃないだろうかという、また一つの仮説もあり、ここについてそれぞれについていろんなこう考えを巡らせていく、そして、死んでしまったら判断できないんだからねっていうことで落ち着いていくみたいな流れになっているものがあったり、不死、死なないということがじゃあ幸せなのかというと、例えばね、100年200年ならともかく、これが不死ということであれば何万年と続くわけですから、これだけ長い生を与えられたら、これはもう逆に退屈だよねって、決して幸せじゃないよねという、何万年も生きるという仮説を立てるパターンもありましたし、じゃあその命の重みというものを私たちは背負って生きていけるのかということに関しても考察されるんですが、例えばその手首にね、生まれた時にこう死ぬ日を刻印されて生まれてくるような仕組みがもし仮にあったとしたならば、果たしてこの重みを私たちは抱えたまま生きていくことができるだろうか、この重圧に耐えられるだろうかということで、また考察が進んでいったりなどということで、もういろいろ本当にああでもないこうでもないという極論の仮説が立てられたりとか、いろんな説をね、検証していき、ご自分でも考えていかれてっていう、その流れが非常に面白かったですね。死というものは、生老病死と言われるこの4つの苦難というふうにまとめられることがあるんですが、私たちは決して逃れることができないものですよね。必ず背負っているものだからこそ、決して答えはないものだと思うんです。で、この答えのない課題について延々と突き詰めていく、考え続けていくという哲学という学問をこの本を通して触れることができて、なんで哲学というのは豊かな学問だろうなと私は感じました。
人としてその死というものを知る必要があるのかっていうと、おそらくないんですよね。きっと答えは出ないだろうし、だからといって避けられるものでもなく、必ず受け入れるもので、ここに考えることに意味がないといえばないかもしれないです。ただだけどそこを、ただただ突き詰めていく、ただ知を求めていく、探求していくという、この道筋が学問なのかなと思うと、こういうのって、まあ、本当に人間特有の知能の使い方といいますか、非常に贅沢な学問かなって感じましたね。究極だから哲学というのは答えは必要ないんでしょうね。答えが欲しくて求めているものでもなく、その答えが見つかったからどうなるというものでもなく、ただただその探求していくプロセス、これを学問としているんだとするならば、本当に豊かな学問だなと感じることができました。まあ、こうやってね、本を通して今まで自分が触れたことないことに触れることができたのもすごく豊かなことですし、テーマがすごく重くて不思議な本だなと感じましたけれども、私にとって非常に豊かな本だというふうに感じることができました。感じ取り方は本当にそれぞれ分かれるんじゃないかなと思います。この本すごく、そういう意味で面白いですね。で、いろんなこの本を読んだ方同士で議論するという、また豊かな時間も作れそうな、そういう本だなと感じましたのでね、ぜひね、読んでみられてください。はい、ということで今日のお話はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは誰もが自分を大切に人生を楽しむヒントをシェアしています。お気に召しましたら高評価ボタン、チャンネル登録の方お願いします。またコメント欄にご意見、ご感想、ご質問などいただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。